食は暮らしを彩る喜びです。食は生きる力そのものです。食は世界中の人々を笑顔にします。日本ハムグループの事業についてご紹介いたします。事業は加工、食肉、水産、乳製品、その他の事業と大きく5つに分かれております。加工事業はハム・ソーセージ部門と加工食品部門に分かれています。ハム・ソーセージ部門では発売から30年を超えるロングセラー商品シャウエッセンを中心に、彩りキッチンロースハム、自社国内農場生産の原料や製法にこだわり毎年売り上げを伸ばしている美しの国ギフトシリーズ、これらのコンシューマー商品を中心にテレビ CM や積極的なプロモーション活動を行っています。加工食品部門は新商品のチルドパウチ惣菜群や中華名菜シリーズ、石窯工房シリーズのチルドピザ群や女性に人気のチルドパンケーキシュクレシュクレシリーズなど、簡便性だけでなくどれもプロの料理人顔負けの味をお楽しみいただけます。次は全体売上の5割を超える食肉事業です。食肉事業では生産・肥育から加工・販売までをグループ内で一貫して手掛けるインテグレーションシステムを早くから構築し、豪州産牛肉のワイヤリーフや大麦牛、欧州産豚肉のドイツ豚など食肉のブランド化を進めています。さらに全国に拠点を持つ販売会社の強い営業力を武器にした販売戦略と、東京・大阪の巨大物流拠点を中心に全国各地にスピーディーに供給できる体制を作り上げています。次に水産・乳製品事業を有する関連企業です。水産部門では回転寿司チェーンの寿司種などで高いシェアを誇るマリンフーズ、乳製品部門ではロングセラー商品バニラヨーグルトに代表される日本ルナ、そして業務用チーズとロルフブランドで知られる宝幸などがあります。さらにエキス・フリーズドライなどを製造販売するグループ会社もあり、変化の早い市場環境の中でお客様のニーズにきめ細かく対応しています。環境への関心が年々高まる中、日本ハムグループでは CO2 排出削減にも積極的に取り組み、地球温暖化防止の社会的責任を果たすとともに環境負荷低減に取り組んでいます。さらに全国各地での野球、サッカー教室やチャリティーマラソンなどの各種スポーツを通じたコミュニティ作りなど、日本ハムグループらしい CSR 活動につきましても積極的な活動を行っています。また平成27年4月からスタートした新中期経営計画パート5においては、変革による骨太なビジネスモデルの構築のテーマのもと、最終事業年度の数値目標、連結売上高1兆3000億円、営業利益520億円、売上高営業利益率 4%、ROE 8% 以上の達成を目指し、グループ一丸となって邁進してまいります。食という字は人を良くすると書きます。私たち日本ハムグループは食とつながることに誇りを感じ、世界で一番の食べる喜びをお届けする会社を目指してまいります。